ロンキメンバーリーダーの道重さゆみです。バクテカを体で表現します。バクテカはい、私がバクテカという言葉を初めて聞いた時に、あのバクテカってなんか見たこととか聞いたことはなんとなくはあったんですけど、そこまで深くこうどういう意味なんだろうって追求したことはなかったんですけど、やっぱり今回51枚目の曲のタイトルになってるので、意味はどんな意味なんだろうと思って、でも私分かんないことがあったらまず考えるよりすぐパソコンとかネットにこう頼るタイプなんですよ。なのでこんな意味かなって想像する前にすぐ見切ったんですよ。そしたらなんかネット用語って書いてあって、あ、確かにパソコンとかやるときによく見るよなと思って、そしたらそのバクテカっていう意味はっていうことで、ワクワクテカテカの略みたいなことで、こうすごく喜んでいる様とかこう胸が高鳴る意味みたいなことが書いてあったので、あ、そういう前向きな曲なんだなって思ったし、あとはそのウィキペディアにあのワクテカの顔文字があったんですよ。その顔文字が可愛くってびっくりしました。はい、今回の51枚目のシングル「バクテカテカチャンス」はやっぱりタイトルがすごくインパクトがあるなって私は思ったんですよ。バクテカってっていう感じだったんですけど、あのつんくさんのそのなんていうんですかね、視点の置くところはすごいなというか、バクテカとかそういうなんですか、来たこれとかそういうところにハマったりとか、なんかそういうのが好きな時はあるかもしれないけど、それを曲のタイトルにしちゃうってところが、さすがつんくさんってやっぱなんか違うよなって思ったんですけど、なんか曲自体はこうタイトルはバクテカってネット用語なんで面白い感じなのかなって思ったんですけど、やっぱりすごくこう今のモーニング娘。のかっこよさが出てるなって思いますね。今までこう今今年で15周年なんですけど、15年間いろんなかっこいいモーニング娘。があったと思うんですけど、でもこう今の新生モーニング娘。らしいかっこよさがすごく出ているなって思うんですけど、やっぱ曲がすごく機械的の音とかテクノっぽい音みたいなのをすごい使ってくれてたりとかするので、曲自体のそのかっこよさがすごくなんていうんだろうな、おしゃれ感というかそういうのですごく雰囲気がかっこいいなって思うので、こう今の10人でもこんなかっこいい曲がまたワンツースリーに続いてこうもらえたってことが嬉しかったのと、 A メロがたくさんあるんですよ。なので、まあ、そこはこうメロディーを覚えるのが難しかったりとか大変だったりもしたんですけど、こうすごい私の歌割りのどれが本気でのところはこう音程がないのですごく気楽に歌えてます。